第103回全国高校野球選手権大会の第7日は20日、甲子園球場で行われた。第1試合の1回戦では、前日19日に雨のため5回途中のゲームとなった大滋賀と日大東北、福島、が対戦。18年ぶり出場の日大東北は2対8で敗れ、 31年ぶりの初戦突破はならなかった。プレイボール直後にアクシデントが襲った。初回無視、大江の先頭打者、井口が放った打球がマウンドのエースで4番、吉田の右すねを直撃。吉田はすぐに立ち上がり、一塁に送球しアウトにしたが、治療のためにベンチへ。そのまま、ベンチに退き、 急急登板した星の守備のミスなどで1失点。星は2回には2乱を浴び、試合の主導権を奪われた。5回無視3塁からナスの中越え敵時3塁だ。続く柳沼の二頃の間に2点目を挙げ2点差に迫ったが、7、8回に失点を重ね、反撃も届かなかった。 今夏で監督を退任することを明らかにしていた宗方忠則監督は試合後、吉田は打球が当たった直後から晴れがあった。野手としても試合出場は不可能だと判断したので変えました。やっぱり吉田の交代はチームに影響がないと言ったら嘘になります。ただ変わった選手が本当に持ち味を出してくれた。 特に3番手の堀米良は将来性を考えてベンチに入れたんですが、マウンドに上げたら打者の打ち気を利用して変化球をうまく使い勇気のある投球をしてくれたと話した。度重なる順延のゲームには長い監督生活の中でも選手の気持ちを維持するのが難しかった。特に長期にわたる合宿ができなかったチームがこれだけ長い時間、 ホテルに止まって野球に打ち込んだという部分で、その気持ちが切れないようにミーティングなどをやってきましたと今回を振り返った。